伊藤和馬は東京都出身の元サッカー選手。現在は腰痛症の改善に特化したコンディショニングトレーナー。セントホース所属。現役時代のポジションは GK。少年時代よりサッカー選手として活動し、1995年、ベルディ川崎にプロサッカー選手として入団。1996年6月1日に、 長い第二陸上競技場で行われたナビスコカップ、セレッソ大阪戦に、大石直也のサブ GK として、ベンチ入りしたのみで、試合出場はなく、1997年、ブラジル SE、パルメーラスを経て、1998年には、ジェフ市原に在籍するが、持病の腰痛がたたり、この年限りで引退した。引退後は2000年にスポーツ事務会社に就職して、 ジェフライベングと西寺。解剖学や筋機能解剖、病態整理学、神経整理学、バイオメカニックス、キネシオロジーなど独学で学ぶ。現役時代の腰痛経験を加味し、ボールチェック氏が考案した強制運動療法をベースに腰痛改善プログラムをクライアントへ提供している。2002年より大神山にマロスを改良し、 年間のべ1500回以上のセッションを行っている。腰痛症や頸椎症の予防改善のために様々な企業で体の負担を最小限にする作業姿勢、日常動作のフォーム、人間工学的作業環境づくりの講演を実施している。2008年経済産業省のサービス向上支援事業において 保育園の木浴台の設計と保育士の身体的ストレスを軽減する動作フォームのプログラムを作成。2006年より日本から腰痛症をなくすをスローガンに正しい着座姿勢、鏡方、しゃがみ方、物の持ち上げ方などを各地の小中学校に赴いて児童生徒、教師にレクチャーしている。執筆、講演活動を通じて9年間の学校教育に 予防医学的なカリキュラムを導入することを提唱している。現在、主に女優、女性タレントのマネジメントを展開してきた、セントホースにマネジメントを委託している。2018年より大相撲力士、高継商のパーソナルトレーナーとしても活動している。資格、米国 CHEK インスティチュート公認エクササイズ、高知 CHEK 公認。 プラクテトーナーレーベル1ベ国コクンスカ、公認パーソナルトレーナーソック公認トレーナー、ベ国コクンスカ、ありがとうございます。